今日はですね、カッパちゃんの太もも絞りをするということで動画を撮らせていただいてるんですけども、太もも絞りどうですか？緊張してます？うん、寝れなかったです。寝れなかったですか？今回太ももの脂肪肝やろうと思ったってことだと思うんですけど、太ももって10代の頃とかすごい若い時から気にされてる女性の方って多いと思うんですけど、パパちゃんの場合はいつぐらいから気になってました？中学生の頃から結構気になってました。どういったタイミングで気になってました？なんか部活動やってたんですけど、筋肉の足っていうよりかは結構もうお肉の感じの足になってて、太いなってずっと自分で思ってました。なるほど。さすがに10代の頃なんか脂肪筋ってそれ多分イメージできないと思うんですけど、10代の時に太ももとかが気になった時ってどういったことをして、なんか補足しようとかするんですか？なんか薬局とかでオイルみたいなの買って、自分でお風呂上がりにマッサージしたりとか、壁に足を立てて逆さまにしたりとか、自転車漕ぐみたいなやつとか、家でできることをやってみたりしました。結構どうなの、効果あるんですかね、やっぱり。なんかマッサージはあんまりだった気がします、個人的なんですけど。でもオイル塗ったりとかするっていう意味では保湿になると思うんで、乾燥とか防げるんで、悪いことじゃないと思うんですよね。高校生ぐらいとか、その時はどういった方向でなんか補足するとか、なんかまた違うステップがあるんですかね？その時は下校を歩いてみたりとか、あと着圧タイツを試しました。脂肪筋って今 SNS とかでいろんな人がやってると思うんですけど、カッパちゃんは脂肪筋についてはどうやって知ったんですか？私も脂肪吸引っていう存在を知らなくて、本当に最近知って、でも身の回りでやってる子もいれば、それこそもうインスタとか SNS で結構流れてくるようになって気になりました。気になりますね、すっごい気になりました。なるほど。脂肪吸引って終わった後にダウンタイムってあるじゃないですか、それに関してはなんか怖いとかそういったのあります？でも怖いなと思うんですけど、ビフォーアフターとか見てると、みんなやってよかったって言ってるし、悪い意見とかそのダウンタイムに関してのことはあんま見ないので、怖いなと思うけど、あんまり何も見ない。はい、わかりました。今回太ももの脂肪肝が終わったんですけど、取れた量はこちらですね。これね、3000cc ぐらい取れてますね。もうほとんど全部脂肪でとても綺麗な感じに取りたいと思います。とても綺麗に取れました、はい、僕毎日脂肪肝してるから大体どれくらい取るか分かるんですけど、なんか 2500cc ぐらいかなって思ってたんですよ。身長とか体重とか、あと見た目とか触った感じとかで判断してるんですけど、実際塗ってみたら 3000cc 結構取れたんで、なんかこの分体重が減るかっていう質問結構いただくんですけど、脂肪って水とかよりやっぱ軽いんですよね。なので 3000cc まで、まあ、3キロ分痩せるってわけじゃないんですよね。なのでまあ2キロぐらい痩せるかもしれないですけども、脂肪肝終わった一時的にちょっとむくんだりするんですよね、体のそのバランス的に。あ、そうなんですか。なんでたまに体重が増えちゃう人もいますよ、一時的にですけどね。でもこれは必ず戻りますので大丈夫なんですけど、それと分だけ体重が減るっていうわけではないので、それだけ知っとくといいのかなって。本日は10代の方の太ももの脂肪筋についてご紹介したいと思います。今回のお客様は長年太ももに悩んでいるってことだったんですけども、一番気になっているの太ももはどこで、いつぐらいから気になってました？ダイエットでリバウンドしちゃって、膝の上にお肉が乗ったりとか、この外側がすごい気になります。ダイエットのリバウンドって、どのぐらい痩せてどのぐらいリバウンドしちゃったんですか？8キロ痩せて8キロぐらい太りました。やっぱり自分だとなかなか痩せるの難しい？そうですね。すごい頑張ってたのに、なんかいつの間にか体重戻ったみたいな感じなんで、やっぱ難しかったです、今回の方なんですけど、ちょっと僕にしていただくと分かるんですけど、ちょっとやっぱやや内股なんですよね。内股の方ってどうしても体がちょっと前のめりになりやすいんですよね。そうするとこの横から見た時にどうしてもここのところですね、結構張ってるのかなって思いますね。もちろん筋肉もそうなんですけども、脂肪も後ろメインっていうよりは結構前メインにつきやすいのが内股の方の特徴ですね。気になってるのはここの膝のとこですかね。そうですね、結構気になってます。ここ、どうしてもここにつきやすいのが内股の方の特徴。骨格的なこともあるんですけど、血をまっすぐにすることができまして、ここのお肉をしっかり取るんですね。でその上でここは取るんですけども、ここに合わせた形で取る。そしてさらにこの内もものところを取ると、ここがまっすぐ綺麗なデザインにすることができるのかなって思います。
もちろん筋肉が張りすぎてしまったりすると難しいという方もいるんですけども、内股の方も特徴に合わせた形でデザインすることができるんですね。で、後ろを向くとそんなにこっちはついてないんですよね。やっぱり前かがみなのであまりこっちはついてない。で、そしたらですね、太もものデザインを早速していきたいと思います。ここですね、ここのところ、この膝ですね、ここ。ここはやっぱ気になる方多いですね。どんな骨格の方でもここは気になる方多いので、こういったところは重点的にできるかなと。ここのフェイスラインが気になっているということでご相談していただいたと思うんですけど、脂肪筋やろうと思ったきっかけとかってありますか？なんか私結構前からここの脂肪が、体は痩せててもここだけがどうしても取れなくて、最近やってる方が結構ネット見るとすごく多くて、脂肪吸引をそれでやってみようかなと思って。はい、脂肪筋いきなりもしない人っているんですね。例えば何か注射で脂肪を溶かすって方もいるんですけど、なんかそういうことは経験されたことあります？はい、私は2年前くらいに脂肪溶解注射を打ったことがあるんですけど、その時は結構注射したてはまあちょっとスッキリしたかなと思ったんですけど、やっぱりどうしても戻ってきちゃって気になってきちゃいましたね。で、今回は顎下が一番気になるんですよね。はい、なんか顎下気になる方って結構多くて本当にたくさん相談いただくんですけど、どのタイミングが一番顎下やっぱ気になるなとかってなります？なんか正面から見たらそんなに気にならないんですけど、やっぱ下からちょっと斜め下とかだったらフェイスラインがない感じがすごくして、あとやっぱちょっとうつむいたりとかすると段差がない感じがすごく気になります。ここが気になっちゃうってことですよね。はい、カメラって必ずしも正面から平行に撮るわけじゃなく、いろんな角度から多分撮れますよね。はい、すぐ下向いた時とか、ここのフェイスライン、耳からこの顎ですね、ここがフェイスラインになっているんですけど、ここがすごく気になる方多いと思うので、ここが一番気になってるって、はい、そうですね。ここのお肉ってなかなか自分だと痩せづらいと思うし、骨格的にお肉がつきやすいかと思えると思うんですけども、脂肪に関しては脂肪筋だと一度に確実にリバウンドなく取ることができますので、そこは脂肪筋のとても優れているところなのかなって思います。あとは脂肪筋にするってなると、やっぱりどうしても手術になるじゃないですか。なので腫れたりダウンタイムとか出てきたりすると思うんですけど、そういった抵抗とか何か脂肪筋にする上での不安とかそういうのはありますか？ネットで調べるとなんか脂肪筋はちょっと危ないっていうか怖いっていう情報とかもあって、すごく悩んだんですけど、インスタで先生をお見かけして脂肪をすごく得意とされているなと思ったので、今回先生にお願いしました。はい、ありがとうございます。顎下ってここだと思うんですけど、実はね、ここも顎下なんで、ここもなくなればなんとなくスッキリします。そうですね。で、耳のここから口の横、ここが頬になるんですね。ここから下取る分にはこけたりしないので、そこはご安心くださいね。はい、今終わった直後だと思うんですけど、喋、はい、りづらいですかね。喋りづらいです。なんか何時間前かは本当に何も、はいしか言えなくて、やっと今ちょっと喋れるようになったくらいで、痛みを抑えるために神経ブロック、口のなんていうのかな、感覚をなくす麻酔だからちょっと唇とか痺れると思うんですけど、そうすると痛みって結構終わった後も抑えられるんですね。ただちょっとやっぱり2時間ぐらい喋りづらかったりするんで、まあ、歯医者さん行った時の麻酔みたいな感じで、この後だんだん収まってはくる、それはあんまり心配しなくて大丈夫なんで、50cc ぐらい結構しっかり取れたので、ありがとうございます。また様子見てみてください。はい。